こんにちは、オーメンズイレブンです。雲一つない青空、今日はいい日になりそうだ。本日私は静岡県の熱海に向かっています。親戚の還暦祝いに別荘を予約しました。まだ生まれたばかりの子もいるので迎えに行ってから、そこで車も乗り越え、そこで車も乗り換える予定だ。静寂から一気にお祭り騒ぎ、車内には赤ちゃんを落ち着かせるための音楽が流れる。いつもと違ったドライブが楽しめそうだ。高速に乗り、休憩を挟みつつ静岡県へ。柄にもなくチーズハットクとラーメンを注文。実にミスマッチだった。このパーキングエリアに1時間近く滞在した。やはり子供がいると時間通りには行動できないようだ。そんなドライブもまた風情。海だ。それにしても天気が良すぎる。気持ちがいい。まずは熱海の街で酒や食料の到達だ。スーパーと地元の魚市場で今夜のバーベキュー食材を揃え、お待ちかねである今夜の宿へと向かった。急な斜面と細道を抜け到着。ゴルフのシミュレーターがついてやがる。猫も驚きの豪華さだ。バリ風の別荘だが、温泉もしっかりついている。それぞれの休息を楽しむ。私はずっとこれを楽しみにしていた。
こう、あ、これは独特だね、これね、ってなるってば、ここが さて、早めの時間からバーベキュー開始してしまおうか。このタイプのコンロは初めてだ。インスタですか？いや、動画です。頼むから俺に話しかけないでくれ。 YouTube にアップ。なんだ言う？あ、これお顔につけたら。いよいよ還暦の祝宴開始だ。改めておめでとうございます。お姉様方の会話が可愛いぜ。熱海ということで海鮮もうまい。着いたはずなのに気がつけばもう夜だ。アヒージョ完全にはまった。うますぎる。肉、魚、野菜、シャンパン、ワイン、ビール、日本酒、サワー。もちろん酔っ払わないわけがない。そして刺身からのケーキ。僕の小さな手では何もかも全てを受け止めきれなかったけど、あなたたちの手のおかげで今がある。今度は自分が手を差し伸べる番だ。その後再び日本酒タイムで締めだ。そして静寂が訪れた。さて温泉に入ってそろそろ寝るか。朝だ。今日も凄まじくいい天気だ。温泉に入って乾いた喉を潤す。朝食は昨日の残り物とはいえすごく豪華だ。ああ、もう帰らなければならないのか。みんながまた元気に過ごせますように。さあ、次はどこへ行こうか。では最後に本日泊まったヴィラですね、軽くですね、軽く回っていきたいと思います。本当すごかった。
ぜひね、熱海に来る機会があったので、早速入り口を曲がって右ですね、トイレね、開けないけど、で、こっち曲がるとリビングが、ここにゴルフですね、昨晩あったゴルフのシミュレーションと、で、こちらが和室、3部屋ありましたね、和室、ババーって、で、洋室、ちょっとこうやってね、洋室、で、こちらも洋室、で、最後に、ちょっと人がいるんでね、こちらですね、バーベキューをしたところですね、アングル悪いですね、こんな感じです、こんな感じね、こんな感じのところで、で、一周ぐるっとしてまたダイニングがある感じですね。いや、本当よかった。また来たい。